毎度こうじゃです。ニコン F3、F3 ですね。 F3 のアイレベルがついてますね。レンズは 50-1.8 薄型の 1.8 ですね。 AIS ですかね、がついてます。綺麗なボディです。かなり後期型というか最終型の200万台です。多分珍しいと思います。あまり私詳しくないのですが、詳しい人が見れば分かると思うので細かな説明はやめますが、ただファインダーが多分これアイレベルですね。 HP ではないです。頬のカバーもついてますので綺麗ですね。特に傷といった傷はないです。綺麗だと思います。ファインダーも綺麗でした。まあ、多少ほこりはかと思いますが、まあ問題ないレベルだと思います。液晶も綺麗に見えています。スクリーンは方眼が入ってますね。絞りを変えるとこのように白シャッターになってますね。AE もきちんと切ってるようです。まあ、とにかく綺麗なボディには間違いないと思います。中も綺麗ですね。全く問題ないと思います。シャッタースピード2000。今スイッチが切れてしまいました。開いてますね。絞り込んでも動いてますね。絞りも大丈夫です。綺麗な状態です。まあ、試し撮りとかはしてないので分かりませんが、きちんと動いてると思います。モルトというかテレンプも綺麗ですね。こちらの蓋も非常に綺麗だと思います。綺麗ですね。特に問題ないと思います。レンズは爪がありません。 AI の S ですね。 AIS パンケーキ型の 50mm です。まあ、スムーズですね。スカスカにはなってないようです。絞りも動いてます。レンズもまあ普通に使う分には問題ないぐらいだと思いますが、中はなんか多少ホコリかカビ跡みたいなのは見えます。細かなプツプツみたいなんですね。多分カビ跡じゃないかなと思うんですけども、まあ普通に使う分には全然 OK だと思います。これはこの F3 についていたレンズではないです。たまたま在庫に倉庫にあったのを、まあ、おまけ代わりにつけました。このレンズも綺麗だと結構高いですね。まあこれはおまけと思ってください。F3 中のモルトなどミラーも綺麗ですね。いいと思います。ミラーアップもきちんと動いています。ここで機械式シャッターも切れますね。電池がなくても応急シャッター切れます。まだこの白い文字がまだ綺麗ですね。真っ白って感じです。
ソフトレリーズボタンというんですかね、これも付属してますので、そのままお付けして販売させていただきます。 F3 アイレベルだと思いますの200万台、綺麗な、まずまず綺麗なボディと、まあ、おまけの50の18好きです。